にちは、こんばんは、おはようございます。もう本当に一つのキャンプでの動画が長すぎて、どこで区切ったらいいかわからず、というわけで4話目まで、第4部、これが最初になると思いますね。ご飯を食べ終わって一番大好きな時間ですね、焚き火タイムで、おのおの自分のスペースを作ってお酒を飲んで、あとは語らうという時間ですね。この時間本当にね好きなんですよ私。この明太子入り先イカがですね、また再燃してしまいました。うまい、これほんと酒のつまみに合う。ぜひ、売ってるとこねあんまりないんですけど、スーパーかな、300円ぐらいしますけど、ジュクジュクジュク、ヌチヌチヌチっていう感触ね、癖になりますね。ぜひ売ってたら買ってみてください。あとはこの柿の種、梅しそ味かな。もうね柿の種結構飽きて一袋食い切るのきついんですけどね、この梅しそ味は最後までさっぱりしてるんで普通に食い切っちゃいますね。美味しくて、この薪が燃えたら寝ようかな。もう9時前ぐらいなんですよね、気がついたらあっという間に燃え切って、おそらく10時過ぎると思いますんで、それまでゆっくりします。今私が少し洗い物をして戻ってきたら、タヌキがね我々のものを漁ってましたよね。友人たちはそれに気づかず、猫かと思ったらね、すげえ煙くじゃらだなと思ったらタヌキでしたね。ちょっと気をつけないといかんな、これ食べ物関係はしまっとかないと。よかった見れて。はい、車の中に来ました。ぴったりね足まで届いております。で、扇風機をこれね最大10時間って書いてあったんで、これをかけっぱなしで眠れるかどうかですね。結構これ一つでだいぶ涼しくなるんで、これで快適に眠れたらね、もうこの車中泊やめられなくなりますね。はい、ではおやすみなさい。おはようございます。現在ですね、見えるかな、朝の4時53分でございますね。11時ぐらいに寝て5時間ぐらいかな、トイレに目覚めてそこから眠れなくなって起きてしまいましたね。車中泊結構快適でしたね、最強って感じでした。囲われてて、まあ、時間早いから洗い物でもしようかな。もう湿気がすごすぎてびっちょびちょ、やる気なくする、どうしよう、いける、いやー寒いけど気持ちいいわ、やっぱり気持ちいいわ。朝から焚き火を楽しみに出しました。薪がかなり太いんでね、本当は斧とかで細かくしたかったんですけどね、もう着火剤で一気にやっちゃいました。あー幸せですね。では皆様が起きてくる前にですね、私はですね皆様のためにご飯を作っておきます。家からね白米持ってくればよかったんですけどね、忘れちゃったんで、メスティンとか使いたかったんですけどね、久しぶりに。こちらをここでずっと入れておきます。
30分以上経ちまして、だいぶいい感じになってきましたので、食べれるかな、そろそろね。ジャスミン米なんとかね、いけそうですね。だいぶ温まってます。もともとパサパサですよね、これね。こちらが佐藤のご飯大盛りですね。結構量多かったですね。少し柔らかくなりましたけど、全然美味しいですね。ではこれにキーマカレーかけていきます。かけまーす。あー、うまそう。あー、うまそう。いただきまーす。うまそう。うまい。おいしい。あとはスープを軽く飲んでおしまいですね。最高ですわ、ほんと。まだ時間もね、朝7時半とか8ですよ。はい、食後にハンモックで30分ぐらいいられてたので、少しずつ片付けていきます。まだそれでも朝8時です。このでかいエアベッドとエアマットが車の中に2つ入ってましたね。これ折りたたむの大変そう。現在朝9時です。いつもだったらこれぐらいから起きてますけどね、もうだいぶ片付け回ってきてるんで、散歩がてらトイレへ行ってきます。だいぶ片付いてしまいましたね。あともう30分ぐらいで全部片付いちゃうかな、これ。終わりー。じゃあ帰ります。はい、どうしの森キャンプ終わりました。正直言いまして、今までで一番良かったかなって思いましたね。まあ、道志の森の中ではかもしれないですけど、料理も美味しかったし、いろんなことも試せたし、キャンプしてるなという感じしました。タープ張ったりね、車中泊も初めてで、ハンモックも初めてで、本当にね、幸せな時間でした。またね、こういう穏やかな日々が続けばいいんですけどね。まあ、ちょっとどうなるかわからないですけど、また来れたら来たいですね。まあ、次回はね、道志の森じゃなくて、まあ、梅雨も始まってしまうので、そして激熱のシーズンですね。なのでまたエアコン付きとかぬるい生活、ぬるいキャンプしてみようかなとは思いますけどね。はい、というわけで、この後は山梨県の方を少し観光して帰ります。よかったですね、チャンネル登録、高評価などを押していただけたら非常に嬉しく思います。ではまた次回の旅でお会いしましょう。またねー。